命の里チャンネル。いや、かぶってんじゃん。はい、こんにちは。はい、スパロケンです。ビジョン直也です。スパロケンさん、はいはい、今日は、うん、僕たちの仲間を、あ、そうですね、はい、紹介したいと思います。はい、働き者ですね、彼はね。働き者、本当ね。なので今日は僕たちの仲間を紹介したいと思います。はい、どうもスパローケンさん。それでは、はい、愛車の方を紹介お願いします。私たちの大事な仲間って一番の働き者じゃないかなと。なるほどね、はい、この子でございます。チューラキテイ、チューラキテイ、エッグ号ですか。エッグ号なんですよ。というのもですね、はい、今月の7日にですね、我々の会社にエッグ号で3名の方が来ていただきまして、うん、そこでですね、こちらの我々の仲間、ちょっとお化粧しました。うん、はい、見てみてね。あら、かわいい。すごいですね。まつげパッチリですね。世界に一台だけです。ギャルが一番かわいい。本当にその通りだと思います。うん、でですね、私たちのその会社に体験として撮影に来てくださったんですけれども、キーリプさんと、はい、マーミさんと、はい、ジュナちゃんの3名の方が来ていただきました。こちらにね、似顔絵描いてくれましたけど、宝物ですね。宝物です。そっくり、ね、3名、7月7日センクス、七夕にね、に願いが叶いましたね、僕たちのね。この子ね、結構トラクターの中でもちょっと小型で、うんうん、まあ、いろいろ年季は入っててね、はい、うん、至るところちょっと肩が来てるんですけど、すごく元気に働いてくれて、なるほど、今日もね、動いてもらって、うん、僕は乗っけていただいてね。いい子ですね、本当にね。休みもせずね、この子すごいですね。本当に小さいけど、すごくね、パワフルで、なるほど、この子なんですよ。さあ、それでは他には何か書いてもらったんですか。ゆなちゃんから、おー、サインを、アンパンマン、アンパン、あげあげ、これ、ごめんなさい、ジュナさんの下のは、これは何ですか。なんちょっと悲しそうな顔してますね。悲しそうだけど、なるほど、嬉しいんじゃないですか、嬉し泣きみたいな、そういう感じですか。チャオス、チャオス、指がすごいですね。やっぱつけまは外さない。そうね、ちゃんとつけまね、つけてるね。つけまは外さないっていう感じですね。なみちゃんの。あら。サインと。かわいい。本当にここいいもん。マーミゴ。見えるかな？あ、見えます見えます。見えます。すごいですね。マーミさんなんかちょっとこう生命の誕生の形にちょっと似てますけどね。かわいい。うん。僕結構好きなんですよ。さすがあるね。そうですね。じゃあ反対の顔をちょっと一回見てみましょう。反対側。はい。ね、いろいろ書いてくださった中で、はい、実は結構お気に入りなのが、キーリプさんが書いてくださったこちら。どれだ、見えない圧力に流されない。何があったんですか。まあ、そこはね、ちょっと触れない。まあ何かあったんでしょう。これすごくないですか。でもすごいいい言葉だな。なかなかこう書けないですよね。書けない。うん。戦ってるんですね。戦ってますね。でちょうどね、僕座るところここなんですよ。はいはい。で、こうまみちゃんのサインと、このキリフさん書いてくれた名言に挟まれて、やっぱ本当ね、結構力みなぎますよ。最高ですね。うん、最高です。いやー、エネルギーもらいましたね。いやー、もらいましたよ。今まで何にも書いてなかったんでね、うんうんうん、やっぱりこの子もちょっとお化粧してお目目パッチリにもなったし。確かに確かに。エッグ号とね、デカデカと書いてくださったので、はい、世界に一台しかない。それでですね、まみちゃんとキリフさんとあとジュナちゃんが乗る、我々のね会社で、体験してくださった、うん、エッグ8月号が8月の2日に、全国の書店で発売されます。はい、とてもね、綺麗な方々なので、はい、ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。